キョツトムは、中華人民共和国の官僚、政治家。現職は、中国共産党国流交渉委員会初期。元河北省人民政府省庁。1961年10月、チャンス省連合も講師で生まれる。1963年北京、理工大学高電工程系にて、修士の学位取得。2001年7月北京大学校科管理学院にて、 経営学習士の学位取得。2004年11月香港理工大学にて経営学習士の学位取得。大学卒業後はチャンス賞無弱子の国有企業である兵器工業部第559工場技術院として就職し、1987年7月中央に移り中華人民共和国国家計画委員会へ入局した。以後、電気機械電子どころ、 副所長、所長、情報産業所所長、高技術産業発展士副市長、市長を歴任した。2008年4月、党務に転じて、関東省新選市に赴任し、新選市党委員会常務委員兼新選市常務副市長に就任した。2010年6月、新選市党委副書記権新選市市長に就任した。 キョツトムは在任中に2015年新鮮土社、法事故を起こした。2015年12月25日、キョツトムは事故について、みんなにお辞儀をして謝罪した。2016年12月31日、馬教随の公認として、新鮮市党一書記に任命された。2017年7月20日に、新鮮市市長を退任しました。第12期下北省。 人民代表大会常務委員会は2017年4月7日の第27回会議で、長経緯省庁の辞任届を受理し、京都務を、当委副書記兼省庁代行に任命することを決定した。同年4月18日、2022年北京オリンピックと、冬パラリンピック組織委員会執行主席を兼務。河北省第12期人民代表大会第6回で4月26日、 省庁代行のキョツトムが省庁に選出された。同年10月24日、中国共産党第19回全国代表大会で党中央委員に選出される。2021年10月18日、党務に転じて国流交渉に赴任し、国流交渉党委員会初期に就任した。ありがとうございます。